私のミスでした。私の選択、そしてそれによって招かれたこの全ての状況。結局、この結果にたどり着いて初めて。今さらずうずうしいですが、先生、きっと私の話を忘れてしまうでしょうが、何も思い出せなくても、おそらくあなたは同じ状況で。ですから、大事なのは経験ではなく、選択。あなたにしかできない選択の数について話したことがありましたね。あの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったそれが意味する心配も。ですから先生、私が信じられる大人であるあなたにならこのねじれて歪んだそこへつながる選択肢はと見つかるはずです。だから先生、先生、少々待っていてくださいと言いましたのに、夢でも見る。もう一度、私は七が、そしてあなたは遅、混乱されてこんな状況になってしまったこと、どうしても。学園都市の命運。キボトスへようこ。キボトスは、きっと、先生がいらっ、でも先生なら、あの連邦生徒会長が、それは後でゆっくりせ。ちょっと待って。大変。首席行政官。連邦生徒会長に会いに来ました。ああ。こんにちは。こんな暇、今学園都市に。そこまで分かって。数千ものか。連邦強制局。スケバンのような。戦車やヘリコ。こんな状況。連邦生徒。え？やはり結論から言うと認証を迂回。それでは、はい、この先生、このか、ちょっと待って。キボトスではないとこ、はい、行方不明に、こんにちは。いや、
そのうるさい方は誰がうるさいって。先生、連邦す単なる部下、各学園の自治区でなぜこれだけの件。シャーレの部室は先生を桃か。シャーレの部室強制局連邦生徒区。それでまあでも元大丈夫な、なんちょうどここに。え、キボトスのせい。ちょっと待って。なんで私たちがサンクトゥムタワーのせい。それは言った。伏せてください、ユーカ。うちの学校では今は先生が先生を守ることが最。ハスミさんの言う通り、私たちとは違って。分かってるわ。え、分かりました。生徒が先生。よし、じゃ。私たちの勝率はかなり高い。自信を持っていこう。まず戦闘に参加する生徒たちはそのうち3枚のスキル、そして好きなカード、スキルを使うコスト、狙撃ポイントを変更します。無駄よ、行くわよ。無駄よ。前方に敵。鈴見さん、スキルカード。天罰の光を。まだ終わらないわよ。狙撃ポイントを変更します。では優香さん、現在の状況と条件。よし、これは勝ちね。私の計算は完璧よ。逃しません。まだまだです。もっと精進します。なんだかやっぱり先生の指揮。なるほど。それでは次。もう今若も似たような。あらら、あのた、計算は完璧。落ち着いていこう。行くわよ。隠れます。生徒たちは各この無駄よ。無駄よ。まだ終わらないわよ。騒動の中心。狙撃ポイントを変更します。単なる計算結果に過ぎないわ。逃しません。閃光弾、強敵。まだ終わらないわよ。逃げられてるじゃ。いいえ、生このままシャーレの。うん、罠かも。はい、移動します。私の番ですね。進んでください。まだ終わらないわよ。勝利を証明するわ。前方へ閃光弾を。よし、気をつけてください。逃しません。クルセイダー不法に、つまりか。あちらに気をつけて。まだお。クルセイダー、クルセイダー、ハスミさん。ターゲット発見。勝利を証明するわ。無駄よ。閃光弾、投擲。まだ終わらないわよ。ありがとう。勝利を証明するわ。まだまだです。もっと精進します。着いた。はい、
シャーレ物質のだ。お待たせした。そうですか。幸い。受け取ってください。はい。普通のタブレットに見えます。連邦生徒会長は私たちでは邪魔にならない。常駐しているシステム、やっと会うことができました。はい、よろしくお願いし、まだ体のバージョンが低い状態、これから先頑張っていろいろな面で先生のことをサポート。あ、そうだ、では少し、もう少しです。そんなの全然信じてない。だったらその最先端の、くそ、なるほど、連邦生徒会長が行方不明になった。私はキボトスの情報の多くを知ってはいますが、お役に立つですが、サンクタムタワー、はい、わかりました。少々お待ち。サンクトムト先生、今のキボトスは先生が承認さ、でも、大、わかりました。はい。サンクトムタワー、これからは、お疲れ様でした。ここを攻撃したフリ、それでは、ついてきてください。ここがシャーレの長い間から、そしてここがシャーレ、ここでシャーレはキボトスのどん、面白いですよね。つまり
私たちは今も、もしかしたらそのあたりに関する書類は全てが。それではごゆっくり。ええ、若者は自治区に逃げ、あとは担当。お疲れ様でした先生。これでお別れですが、私も風紀委員長に今日のことを報告しに戻り、ミレニアムサイエンススクールに来てくださればまたお会いできるかも。先生、ではまた。なんだか慌ただしい感じでしたが、はい。でも本当に大変なのはこれからですよ。これから先生と一緒にキボトスの生徒たちが直面している問題を解決していくのです。単純に見えても。それではキボトスを。それではこれより連邦捜査部シャーレとして最初の公式任務。